エロー、宮新司です、お願いします。ありがとうございます。あったかいね、拍手はね、嬉しいね、うん、友達になってくれへん、いやいや、嫌なら仕方ない。いや、まああったかいですけど、最近ちょっと寒くなってきましたね。あ、ちょっとな、今日とかめっちゃ寒いよな。11度らしい。11度、それは寒いわ。寒い寒い。友達になってくれへん、いや嫌なら仕方ない。だから寒いですけどね、そういう時はやっぱあったかい食べ物、あったかい食べ物な、うん、体の中から温めるってな。そうそうそう、なんかあったかいお米とかね、うん、いや、それ食べたいから、やっぱな、炊飯器をちょっとエロいな、買い替えようかな。炊飯器とかめっちゃ懐かしいこと言うやんけ。懐かしい。中学の時とか俺毎日のように持って行ってたわ。で、休憩時間とか5人ぐらい集まって炊飯器見せ合うね。何がおもろいんだそれ。あれ、ちょ、まさかそのうちの5人の1人じゃないっすよね。いや、違うやろ。偶然が起きました。笑ってるけど、ね、炊飯器持って行ってあかんから先生に没収とかされんねん。いや、そりゃそうやろな。炊飯器もどこ行ったやろな。炊飯器って何。いや、殺したろか、お前。言われてますよ。いや、お前や、待てや。いや、じゃあ聞こえとんねん。お前ちょ待って、炊飯器お前の中でどんなんなん。え、こんなん。いや、なんやねんそれ。パク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 食べるね、お前。なんやねん、お前の中の炊飯器全然ちゃうやんけ。友達になってくれへん。いや、嫌や。嫌なら仕方ない。いや、もう炊飯器ってなんか5人で遊んでたって言うけど、もうどうやって遊ぶ、こんなんして。手が逆や。どこで怒られてんねん。こうや。いや、そんな知らんって。こうで、こうや。だから知らんっつってねん。あ、知らん、あ、知らんわ。知らんよ、そんな。高校の時の炊飯器やったわ、それ。いや、ずっと一緒や。中学の時はまた別やったわ。じゃあ、お前の中での中学の炊飯器言ってみろよ。こんな。そら知らんわ。なんやねん、これ。友達になってくれへん。嫌や。嫌なら仕方ない。仕方ないじゃん。だから炊飯器は、もともとお米を炊く機械やから。え、そうなん。いや、そらそうやろ。じゃあ、俺が思ってたこれは何なの。いや、それだから知らんって。これは。いや、それも知らんって。ほーわ。これはわかるやん。一番知らん。なんだこれ、うーんって。あー、お前と炊飯器買いに行きたい。いや、お前と買いに行けたら幸せや。幸せって。ちょ、待て待て待て。お前、買いたい言うてるけど、うん、もう値段で言うたら5000円から5万円で、もういろんなものがあんねんね、今で言うたら。5000円まあまあ、安いやつはね。5000円って言ったら俺がいつも食べてるスパゲティの値段やで。全力で嘘つくね。お前食うての300円のスパゲティやろ。300円のゲティ名前みたいに言うねん。誰やねん、それ。ゲティゲティってね。友達になってくれへん。嫌や。嫌なら仕方ない。仕方ないって何やねん。お前、俺300円のスパゲティやろ、お前食ってんの、うん、な、うん、お前なんでやねん、それ全然ちゃうやん。ああ、お前、炊飯器欲しいん。いや、欲しいよ。あ、欲しいやと、お前、なんかどんなんが欲しいとか考えてんやろ。違う違う、それで言ってみろや、まあまあ、いや、だから言ってみろや。だから俺が欲しいものやったら一人ですんねん。俺が欲しいものはなんか最新の機能が入ってて、まあ色で言うたら赤色かな。で、まあ値段で言ったら5万円。ちょっと待って待って待って、まだ言わんとて。言うてもお前、俺が考えてんのもあるから、うん、お前のとせーので言っていくや。違う、だから俺言ったって。せーので言っていく。まず何色が欲しいか。だからそれ言ったやん、聞こえてるから。せーの、赤色、来たー、来てないから。来たー、合わせに来ただけやろ。西、何をしてんねんお前。次、合わせに来ただけやろ。だからそれも言いましたって。せーの、5万円。ミラクル。ミラクル違う。ミラクル。ミラクル違う。ミラクル。誰やねん、そんな。みなこ。いや違うわ、名前変わってもてろ。誰がみなこ。ちゃうか、ちゃうか、考えろ。やっぱみなこ。いや違うって。ちゃうか。なんでやっぱやねんお前。友達になってくれ。嫌や。嫌なら仕方ない。仕方ないちゃうねん。だからなんでやねん。お前ちょ待て、お前の欲しい炊飯器を言えよ。あ、俺が欲しいの。いや、そうや、俺が欲しいのは最新の機能がついてて、色が赤色で、値段で言ったら5万円ぐらいのやつやな。俺が欲しいやつやん。え、一緒。一緒って。じゃあ二人で一つでええな。いや、俺んちに住もうとすんなよ。ちゃうやん。お前んち渋谷やん。そらそら。俺んち新宿やから、うん、代々木ぐらいに置いとこう。なんで飯食うのに代々木かなあかんの。おちゃんは原宿でええ。いや、原宿経由かよ、ほんで。お箸は一本ずつ家に置いとこか。めんどくさいな、ほんま。で、米の炊き上がる時間は6時19分やで。そう、俺の誕生日やん。ふぅ、ハッピーバースデー。友達になってくれへん。嫌やわ、嫌なら仕方なくない。仕方なくない。友達になってくれよ。友達になってくれよ。誰に言ってんねん、お前。友達になりたい気持ちが抑えられない。いや、お前どこにおってん、今まで。お前にとって俺は何なんだよ。いや、それ相方やろ。相方なんて言葉はいらない。いらんのかよ。炊飯器もいらない。友達になってくれない。嫌やって。いや、でも仕方なくない。いや、聞くない、人に。泣くない。泣くないちゃうの。私泣かない。私ってない。もう普通の漫才には戻れないよ。本命言うてもてるやん。ちょっと分かった、気持ち悪い。分かった分かった。お前友達になるやん。ないや、今から俺らがちゃんと友達になったらいい。友達になってくれる。いや、それでいいでしょ。ハッピーエン。いや、もうええわ。どうも。